はい、その噂の通りです。それで、15分ばかり、20分ばかり前ですか、はい、お父様とそれからお母様が出ていらしてですね、このようにヒノキの升で、振る舞い酒をしてくださいました。それで、やはり周りの町内会の方から始めましてですね、その後は順次こちらにいらしている方が皆さん、振る舞い酒をいただいてましたね。ちょうどこの時に通りかかった方々は運がいいですね。かもしれませんけれども、皆さんですよね、報道陣にも、はい、振る舞い酒がありました。私は飲んでしまうとちょっと睡眠不足なもんで酔っ払ってしまうので、じゃあ随分たくさんマスを用意されて、先ほどの、ね、映像を拝見しててね、はい、この後ろにこの楕円形のテーブルがあるのが、はい、見えたんですね、はい、それで何なのかなとは思っていたんです。おそらく何かあるんじゃないかなというのはあったんですが、はい、でその1月19日の皇室会議の時にも、はい、和田さんたちが皇居の方に向かわれた後にですね、こちらで振る舞い酒があったんです。これは鏡割りみたいな形ですね。そうでしたね、鏡割りがございましたね。今日は竹の筒に入ったですね、はい、お酒をお父さん自らですね、皆さんに振る舞い酒で、でもちょっと寂しげなのかなと思っていましたらお元気そうでですね、ただちょうど正面に住んでらっしゃる方と一緒にですね、はい、皆さんに振る舞い酒をしたんですが、ちょっと聞いてみたところですね、感無量ですというふうにご両親ともおっしゃってたそうです。なるほどね。今もうまたさっき の話でありますが、ちょっと波がまた押し寄せてきました。そうです。お酒、振る舞い酒の波が押し寄せてきました。また大館の前は人巻きができている状態ですね。噂がやはりこう人を呼んでるんじゃないでしょうか。まあ今のところこうしてお酒が置いてあるもんですから、はい、また皆さん集まってきていらっしゃるというところですね。まあ、多分本当にこのご近所に住んでらっしゃる方とかですね、まあ、それから本当にその報道の方々ですね、そこにずっと詰めて、まあ、今日は特に雨だったということもございますし、まあ、そういう意味でご両親感謝の気持ちを込められたんだと思いますね。はい、これで何て言うんでしょうね、皆さんまたお部屋の方にお入りになって、はい、今日はですね、私 の記憶によると、現在 の皇后さん美智子様の、ご成婚の時は、はい、ご両親が南車寄せの方で皇居の、お車をパレードを見送られたというふうに言っていたんですが、今日は、どうやらですね、今のところの情報によると、はい、お宅の方でパレードをご覧になるのではないかと、いうことのようです。はい、そうですね、今のこの時間から、ね、しますと、はい、多分テレビでご覧になると規制に入りますからね、ちょっと皇居のそばに行くのはかなり大変かもしれません。でもお酒をついでらしたお父様の笑顔というのはちょっと楽しそうな感じ で、ね、今までの雰囲気とは変わりましたね。ちょっと逆にその気を紛らわせていらっしゃるというよりもむしろ振る舞われた方々が逆に どのようにというか戸惑いがあったんじゃないですか。あれでした、おめでとうございますというふうにね、このマスが大体100個ぐらいあったんですが、はいはい、すぐなくなってしまいまして、この紙コップでまた皆さんに振る舞われたんですけどね、その時にまあ受け取った方からですね、おめでとうございますという、はい、まあ合唱みたいな形でですねそしたらありがとうございますというふうに頭を深々と下げていらっしゃいましたね。マスをいただいた方は家宝になりますね、これは、はい、そうですね、本当に記念になりますね。なりますね。今は一応そうすると振る舞い酒の方は中断しているというかそうですね、待ってる状態なのかもしれませんけど、この後続いて出るかどうかは定かではございません。あっという間の出来事みたいですね。たくさんの方たちいらしたみたいですね。そうですね、お喜びを分かち合いたいっていうお気持ちでいらっしゃるんでしょうね。ああいうのっていうのは本当になんか江戸っ子的なね。そうですよね、あれなんですけどね、やっぱ1月に決まった後もですね、やはり一生一生だるです、一等だるです、ごめんなさい、そちらで振る舞い酒がございますよね。まあ、とにかく1月に決まってから大館邸にもいろんなものがですね、まあ、お祝い品的なものとして運び込まれまして、
ね、もう本当に大変だったみたいですけれどもね。確かにあの玄関の前にもいつもお花が飾られてますけれども、その度にあのいろいろなお花がね、変わる変わる位置を占めてましたけれども、お部屋の中は胡蝶蘭でですね、鉢がですね30鉢以上の時もあったという話を聞いておりますが、でも今のお酒も あそこに角樽 の飾りの樽が2つ置いてありましたけれども、はい、あの振る舞い酒のところを見てましたら、あの両脇にあったこういう太い竹、あの竹の中に入ったお酒ですから、あれはちょっとやそっとその辺で売ってるって、そんなに熱弁を振るわけじゃありません。だから今日の日のためにご用意してあったんでしょうね、かどこかのとかのだと思います。あれに近いのですとね、あの高千穂の方に割烹酒というのがあるんですが、それがこういう竹の中にくり抜いて、竹ごと温めて竹の香りをつけて、カリボシキリ歌などを聞くとか、なんとかそういうようなことですよね。時間的にはちょうどもう今朝見の儀が終わったぐらいじゃないかと思うんですが、はい、まあ、雅子様は皇居の方で九年酒というですね、その先ほどありましたけど黒豆を見たお酒、はい、まあ、お父様の方はじゃあ清酒をお渡しで召し上がっていらっしゃるということなんでしょうかね。